高橋由一チャンネル。財務省内には昭和の三大バカ予算と呼ばれるものがあると聞きました。一体それはどういうものなのでしょうか。解説をお願いします。まあ、一応この昭和の三大バカ、まあ、査定とも言われるんだけどね、はい、これはあれだよね、大蔵省の時の話だよね、正直言うとね。そう大蔵省の時の話で、はい、まあそれぞれの時代でなんか3つほどとんでもないバカな予算だっていうのを言う時によく言われる話なんだけど、はい、この三大バカ査定の時に言われた時に私は役大蔵省にいたんだけどね、はい、もう当然こういう話は知ってますっていうかね、はい、大蔵省内の、まあ、都市伝説みたく伝えられてきたってそういう話でありますよ、はいはいはい、でこの時はこの三大バカ予算って言ったのは、うん、まあ主計局 の、はい、主計官が、はい、まあ、ある予算査定の時に、はい、それでその後に、記者にね解説するわけ、はい、記者の人ってもう予算の話なんて主計官の話聞かないと書けないからね、はい、聞いてるわけ。その時にその主計官はこの田谷さんって方なんだけどね、はい、なんかね先に酔っ払っててねベロンベロンになって喋ったんだよ、はい、その時に三大バカ査定があるって言ってもう本当に喋っちゃったんだね。これ私役人だったからよく覚えてるし、はい、ああここで喋っちゃったのかなと思って、はい、これで話題にも随分なったことなんですよ。だからこの田谷って名前を出すとかね、そのね、はい、話の内容を出すのは全然もうすごく知れ渡った話だからちょっと調べたらすぐ分かるんですけどね。でその時の三大バカ査定の話っていうのは3つあってね、はい、戦艦大和1個が戦艦大和、うん、それでもう1個がね伊勢湾干拓、はい、で3番目がね実は青函トンネルってことなんですよ。でこれはね戦艦大和っていうのはもうほら飛行機の時代になってるのに作っちゃったっていうので、はい、ちょっと時代錯誤っていうふうによく言われるんだよね。でそれはそれでちょっと分かるんだけど伊勢湾干拓ぐらいも分かるかな。堤防作った後外干拓したんだよね。これはないだろうって話、これはこのくらいはさすがに分かるわけ。ちょっと昔の話でさ、まあ小なんていうかな、いろんな手順前後しちゃったんだと思うんだけど、ちょっとこれはないよね。もうこの2つぐらいは私も理解できるわけ、はい、で青函トンネルはねこれは別にあっても悪くないなというふうに思ってたわけよね。でそのだから三大バカ査定のうちの戦艦大和と、まあ伊勢湾干拓ぐらい私も理解したんだけど、はいはい、青函トンネルだとこれ経済効果あるよなといろいろ思ったわけよね。大蔵省内で聞いた時も、はい、いやその青函トンネルは別にそんなバカですかという感じを私は言ってたんだけどね。でこのそれが例を出してこれでこの田谷さんっていうのがね先に酔いながら批判したのがね、はい、新幹線の話だったわけ。新幹線の話で予算をつけるってんで、はい、それを抵抗してたのこの主計官は。これでも石原慎太郎がその時に運輸大臣だったんだけど、うん、これは先見の明はねどっちにあるかって言ってやって、はい、議論してて、はい、それで青函トンネルの予算っていうのを政治的に押して取ったんだよ。でそれに腹が立ったこの主計官が愚弾を巻いたっていうのが時にこの昭和三大バカ査定出てきたわけでね。私その時に思ったのはね、バカ査定って言うんだったらもうちょっときちんとデータを示してやんなきゃダメじゃないのってその時から実は思っていました、はい、で私その時にもう思ってたのは伊勢湾干拓ぐらいだったらねこれさすがにね、はい、堤防作った後に干拓ってないだろうって分かるけどさ、はい、青函トンネルだとね、はい、どのようにやってたかっていうと、うん、どのくらいお客が通るかっていうので、はい、メリットが分かるでしょ、はい、あと建設コストの問題なんだよね、はいはい、でお客があんまり取んないからダメだっていう風なんで、うん、この青函トンネルダメって言ったんだけど、はい、それに安全保障の要素を加えたら、はい、結構これはこれでありだろうなって私は実は思ってました、はい、安全保障の要素って加えると北海道が占領された時にここから下から行けるでしょ。なるほど、うん、だからこれ安全保障の要素を加えれば結構ありかなと私は思ってて、うん、で新幹線の話この時は具体的にはこの田谷さんは新幹線について、はい、全然お客乗んないからもう新幹線の時代じゃないって言ったわけ。あ、間違ってたな。今から見ると間違ってるよね。新幹線はコスパがいいでしょ、はい、それとあとコスパいいし、あと環境もいいでしょ、はい、あと輸送効率高いんだよね、はい、でその当時はもうこの田谷さんっていうのはもう思い込みで新幹線の方は田舎だったらダメだ、お客乗んないからダメだ、そればっかり言ってたわけ、ね、でね、こういう時にはね実はね大蔵省内でね合理的に判断する手法ってのはあるんだよ。どういうのかっていうとね、コストベネフィット分析っていう言い方があってね、これは
B っていうのはベネフィット、はい、それで C がコスト、はい、でベネフィットとコストの大きさをちょっと先まで計算するってなと思って、うん、これがそういう基準でベネフィットがコストで大きかったら OK なの、はいはい、でこの田谷さんとか大蔵省の職員はこれ計算できないんだよ、はい、なぜ私が言えるか、はい、その当時のこのコストベネフィット分析チェック全部私やってたの、全てはそうなんです、うん、それで私がそういうのやってて、それで、いろんな空港とかね、そういうの計算みんなほとんどもうチェックしてくれって私がやってたんだよ。分かんないんだよこの人。私そういうので計算したらね、OK なんだよ。そうなんです、ね。うん。要するにいろんな開発して、うん、その後ねお客が少ないにしてもね、はい、いろんな計算の仕方、計算っていうかね、いろんなやり方、経済効果とかがあるんだけど、はいはい、新幹線通った後地価が上がるんだよ、ね。はい。はい、でそういうのを込み込みで計算すると結構採算取れる、うん、ああそうなんです。だからこれは別に OK の事業なのに政治的に押されたっていうのは腹が立ってるんだけど、政治家の方の直感が正しかったんだ。あそうですね、そう。でも私なんかはこういうふうなコストベネフィット分析で全部公共事業やればいいっていう立場なんだよね、はい、で計算すればいいでしょって、そこでコスト見合わないってんだったらこのコストが大きいってことを示せばいいでしょってことだ、うん、でもこの田谷さんとかこういう人たちってこれできないんだよ。だからこういうの口で喋るわけ、政治家のように。私はだから政治家は口で喋ってもいいかもしれないけど、役人はこういう今私が言ったような科学的な手法で反応しなきゃダメでしょって立場だったから、この管を巻いたから、あこの人は管を巻くしかできないのかなと思ったのが思いました。それは東大法学部だから、あ法学部はそうなんだよ。計算ができないんだよ。これ不思議だって、私がもういつもやってた、やってあげてたの、はっきり言うと、うん、不思議なんですけど、なんで財務省って東大法学部メインで取ってるの。知らないよ、あんまりそうやってさ、昔からそうなんでしょ。どんな法学でもいいけど計算できるやつの方がいいよね。今のほら財務次官なんかも痛くね、会計が分かんないやつもやってるでしょ。それと同じなんだよ。だから今の財務次官もさ、大和魂かなとかってわけの分かんないこと言うじゃない。私なんかただ計算するだけで、会計でバランスシート作ってこれで判断するって、ものすごく何ていうかな、客観的にやるでしょ、はい、この人もそうやってやればいいんだよ。反対ってなんか無駄遣いだどうのこうのって言うと、数字で示せばいいだけなんだよ。で数字で示せなかったのは、実はこれは結構採算があったんだよ。これ高橋さんから見て、うん、平成のバカ予算ってあるんですか。バカ予算というか、一応一つの大バカは財務諸表を読めないで緊縮言ってるってことでしょ。ああ、ほな バカ以下でしょ。はっきり言えば、うん、そうでしょ、ま、さに要するに今のあれでしょ、財政全然財政が危なくない時に思い込んで借金の大きさだけで危ない危ないって言ってるのは本当に単なるバカでしょ。私なんかバランスシート見て、はい、大丈夫ですって言ってるんだけど、でバランスシート見てるから、バランスシートの状況によっては危ないですとも言うかもしれないけど、それはでもそういうのって言えないんでしょ今の人は。だからはっきり言ってバカじゃないの。バカ予算以前のバカ、うんうん、個別の話じゃなくて全体的にバカ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。